はい。それでは、愛知杯、ネギシステークス、シルクロードステークスの事前調査行きましょう。はい。えまず、副賞生活ですけど、中京2200お帰りってことで、はい。生のドラマありがとうございました。っていうかもう <laughs>、一着でしたね。ありがとうございました。ターゲット、日本帝王と、もう一頭人気ボトンなんで、1.3から1.7のうち1.5ついたんで、まあ、予しとしましょう。はい。手堅くゲッチュですね。はい。ただ、東海ステークスー。 ちょっと風のコーヒーしすぎたか、これ。うーん。ま、前々からしゃあないと言ってたんですけど。はい。なんと人気の本命対抗黒三角で決着。しゃちゃっぽーしてもて、せめて三連譜か三連座一手割り抑えてこでとかったこれ。馬麗500円抑えてもらっちゃう方、ありがとうございました。これはちょっともったいなかったね。やりすぎた。うん。ちょっとやりすぎたと後悔している。うん。風の子ーカッターは後悔してないけど、ちょっとやりすぎたと後悔してます。ありがとうございました。はい。AJCC、まさかのシャケトラ。ここできたか。ここできたか。 避けたらもう、えー、ウェスタールンドもそうやどあれやね、情景戦でね、注目してた馬をね、えー、自然とね、私、ほったらかしにして冷めちゃうんですいません。一年ぶりに来た子もいかこれ。あはは、ありがとうございました。お腹痛いこれ。はい。もう、木取り直して島岸に行きましょうか。レッツゴー はい、四万期収支ですけど、はい、アロハリロハリ,リー、出走、えー、回避から、出走、競争除外か、から響きまして、はい、やっちゃいましたね。回収率64%ですって、ありがとうございました。痛いな、これ。結構痛いな。はい、来週頑張りましょう。副賞生活は、まあ、コンスタントに稼いでいる方かはい、えー、名称教授、野村殿バンド、えー、中級がせっかく帰ってきたんでよかったですね。はい。 えー、中京帰ってきたおかげで回収率110パーまで上がりましたんで、はい、来週また3900円か、まあ3000円ぐらいちょっとキャッシュバックいただいてやるかな。はい、まだ中京で頑張りますんで、あと2週ですね。よろしくお願いします。それでは、えー、出走表の方行きましょうか。はい、それでは出走表行きましょう。名前に都合良くても悪くても、はい、えー、すっかりこしますよ。 はい、えー、金山特別ですね中京22、えー「去年はコールストームでありがとうございます」だったんですけど、はい、今年はコールストームちゃうよっちゅうことであれちょっと待ってくださいねすいませんレース間違えましたね私、うん、タッチの位置間違えた、ね、ま今、あ、全然ちゃう分は出てくるやんとおっしゃいましたすいませんはい日本帝王がターゲット名村ラドラバンが副賞、えーえー、の一投はいえす、ー、ね前回はコールストームをんで,でここ今回ドリームスピリットと名村ラドラバンでね前を取ってうん、えー、中京2似やって 中京にどちらも条件一緒、ほぼ条件一緒、なんかどちらもかって言うと矢根のさやって言ってね、豊さんの中京に聞いたことないなと思って。はい。えー、やはり三メ島勝馬さんの名村ドラマーで言ったわけですけど。うん。もうね。 もう、文句なかったですわ。うん。てか、あ,あえてやったら2尺良かったんやけど、買ってもうたねこれね。ああ買ってもうたかなと思って。しもたと思ったんですけど、買ったんやったら復勝で後悔するやつや、これね。はい。まあ、内容がね、人気2番人気でしたし、うん。ただやっぱ日本帝王が飛んだ、やっぱこのターゲット飛んだ大きいですよね、やっぱね。えー、人気場飛ばしての復勝、やはりこの分で倍率上がってね。はい。回収率徐々に上がってくると思うんで。 はいせめて復唱生活だけでも100%超えたんでありがとうございました。バグーン、えー、間ついてよく登りましたね、最後ね。はい。ドリームスピリットで、ね、飛んだんでしょオッケーですね。ナイス。それはナイスやった。うん、やっぱり、ね、屋根の差です、ここは。うん、やっぱ中距離にやっぱコースに癖がありますんで。はい。ありがとうございました。生のドラマ1着でガールイン。はい。えー、1着、2番人気の生のドラマやったんですけど。はい。ドリームスピリットと、えー、ターゲットの日本天王を飛びましたと。 はい。えー、飛んだおかげで1.5倍ついたんで、まあよかったでしょう。ありがとうございました。また来週も頑張りでよろしくお願いします。はい。で、話戻しまして。はい。で、まあ、事前調査で、えー、愛知杯から行こうと思ってるんですけど、愛知杯にちょっとね、えー、面白い馬がおるんで、特注馬ですね。うん。えー、あえてここ、えー、簡単なレースから行きましょうということで、ちょっと今回、順、全番、順番、前後いたしまして、ネギシステークスから行きましょうか。はい。ネギシステークスから行きます。神田。 はい。で、すみません。今週もちょっとね、またライブ放送できないんで、あの、かじめご了承ください。すみません。今週までちょっと講習で私、土日全く何もできないんです、すみません。ごめんなさい。はい。で、えー、ネギシステークス、1番人気予想通りです。3ズそばでしょうね。はい。2番人気、コパンドキッキング、3番人気、マテラスカイ。はい。マテラスタカイってあれですね。確か、えー、プロキュンステークスのレコード、やったっけなんかそんなやったね。はい。あと、k i ノーテックがダートガーリで、いきなりユースケさんで4番人気です。で、あと、クイーンズサターン。 が回避してこっち来たんですよね。ね。東海ステークスか回避。はい。ここまでですかあと北三味かずきとうとうがいますよ、と。はい。あとユーラーの東海のっちゃんですね、はい。面白そうですね。はい。で、まあ、ここ、えー、もそんな難しく考えるまでもなくですね。えー、まあ、まずサンライズの場、えー、別定線で57キロを添えますけど、まあ、こちらまず、 もう買ってもいいと思いますけど、一応あくまでも叩き台で対抗候補にしておきますね。えー、叩き台というともう姉妹が確実なんで。うん。東京専用戦4戦6余裕でしょうってことで。はい。えー、ムーサーシのステークス、えー、グリーンカップカップ忘れた。グリーンカップカップ忘れた。はい。あと、アル、アハルテケ、はい。えー、東京マイル。 はい、えー、えー、ほぼほぼパワークです。はい、ありがとうございました。これは強いです。はい、姉妹がものすごいいい馬ですよね。はい、もう魅力的ですね。以上です。チャンピオンズカップ、中距離し、距離長いしで終わったんですけど。うん。はい。ま、あ千四、えー、距離2波論短縮ですけど、まあ、さすがに、レーンは外さんでしょう。下手しい勝ち切る能力は十分ありますんで。はい。えこのまま対抗後は文句ないでしょう。はい。で、えー、別定戦でことで、北三一和樹気合のうて あともう一度誰かおったらねえっ、ー、とモーニングかはいここら辺は5 8キロ背負ってます、えー、重症重症の価値分の魚賞金の魚ちょっと分からんけどはい賞金かな賞金かもしれんねはいで、えー、ここはねもう正直特注馬っていう特注馬今ね探してるんですけどまあクイーンズサターンとかでもしゃあないしなと思ってはいまあ、えー、自己調査で肉付けするとして 今んとこね、特注はらしい特注はいません。ユーラノトとか選んでも特注はなんでしょううん。まあ、東京西洋ならユーラノトかなと思ったんですけど、アンジュルメちゃんですよね、噂によると。うん、やっぱこの馬には最強外人の人やっぱ強いねってことで、まあまあ、ユーラノトぐらいがまあまあ、来るんかな、ターンのぐらいにしときましょう。ううん。 で、ここサンライズノバより、えー、本命候補は、えー、こちらに暫定でしておきます。クイーンサターン行きたいんですけど、こっちですですね。はい、えー、コパのキッキングですね。で、ちょっとこのタイミングで申し訳ないんですけど、クイーンサターン4番って評価しておきます。もうこれ自己調査ぐらい行ってもらったっけど、ね、はい。えー、コパのキッキング本命にしますね。で、えー、と思います。 はい、えーとねまあカペラステークスもねスタートあんまりよろしくうなかったんですけど姉妹化した上がり最速の、えー、まさかのズバ抜けて降ン。はいでそれまでは番手追走ってか逃げて勝ってた馬ですよね花奪っていってた馬なんですけどうん えっとね、3走前と前走ですよね、えー。スタートがあんま許しないときは姉妹化したけけばということで。えー、ある意味、時代性が出てきたんですけど。うん。で、ここ課題といたしますのは、やはり今まで1000メートル、1200メートル使ってたまで、阪神1400回使いましたけど、まあ一応2着と。うん。で、あんまり専用経験がないっていうんと、おそらく、おそらくっていうか絶対か、絶対なのか。えー、左回りが初めてですね。うん。 はい。ーショのステークス、東京戦4。まショの茶葉、ネギしか。どうなんちゅうことです。そこら多分人気が若干落ちる2番人気となってるんですけれども。まあ、それでも,でも人気か。うん、それでもでも,でも人気。はい。で、えー、ここなんで、本命ランダんっていうと、理由がたった一つだけなんですね。はい。もうここですよ。もう、毎回やってますね。はい。安城が、このまま行くんでしょオーマーフィーさんです。美味しいマーフィーさんの話です。マーフって書いてます。はい。 ということで、外人さん。毎回言ってますね。外人さんが、短期免許ですよ。短期免許の外人さんが何もせずにね、母国に帰るわけがないと。はい。重症仕事して帰ります。で、今週でラストちゃうかっ,たっけな、マ、ま、ハ、あ、さん。ちゃうかな。やとしたら、今週本気ですわ。確か今週帰りやったんかな。ちゃうかったかな。うん。はい。もう本気。はい。本気。意地でもここ勝ちに行きますんで。はい。コパのキッキングさん頑張ってください。はい、もう多分ここ本気関 東京戦4なんでどうしようかなってことで後ろから直線長いところ行かし後ろから行くんかあえて前から行くんかこのままスタート次第ですけどマーフィーさんは出たなりに考える方ですはいおいしいマーフィーさん結構ねえー、一応レースの組み立てするんですけどあとは展開なんか正直ね,ね、えー、スタートしてみてわからんってことで結構ね頭賢い方ですやっぱり、うん、やはりこの方は賢いおいしいマーフィーさんは賢いです、うん、だから、えー、味がおいしいんでしょうねうんまあそういうことやろうんまあ、そういうことや、うん、やっぱおいしいマーフィーって言われてもな 言われてるけど、はいな。言われてるけど、はい。これはもう一回、刀が。はい。賞金足りてるっただけだいちゃう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 。1 0 0が、えー、逆に言うと1 0 0ってほぼ未知数やねんから、ここを使カット感と、ここ、この次あれでしょう。フェブラリー下手し行くんでしょう。ここカットかな、まずいって。ここ、ここカットかな、距離不安で、また回避になるって。頑張って、くったではい。で、ネギステックス簡単ですね。で、シルクローステックス次行きましょうか。ちゅうことで、阪神ちゃう。すいません。京都1 0 0 2です。はい。えー、今週からビーコース代わりです。 ですね。えー、東京と違って、えー、ね、京都は、えー、1月から開閉続いてますんで。はい。ハンデ戦ですね。で、この舞台、えー、私、確か去年は外したんかな。一昨年確か、えー、セカンドテーブル声援コースナーツディレクターで当たったんやね。確かね。ワッシュ、ワッシュって言ったんですけど。うん。ラインスピリット褒め言ってたな。スーパーソイだったんで、残りのサンドル決まったやな。そうや。で、この時言うてたんが簡単。よと、タンキュルステークスが、 で,で活躍したかもその巻きますよってことではいラミス,スピリット以外西雲高専とセカンドテーブルで決まったレースなんですよねうんえーヤドステークス組を買いなさいということを前からやってますはい で、あとは休み明けののがしんどいよっていうことでねろとかね、計販売買ったんですけども、しんどいよっていうことでやめたんですよ。はい。確かそうな感で、去年はちゅうと、ちょっとババが若干渋ってたってうか、ちょっとね、そういうババやっババが緩んどったんで、はい。去年はなんとムー、ムーンムーンムーン抜きまったよね。うわーって言ってて俺、怒ってたよ。ムーンムーンムーン、ここで決まったか。多分んマやムーン、三決着、あちゃっぱ押しとまって、お前それ、去年のととしのスプリンタードステークス言ってたやんけど、お前、ここで来たんかいと。と俺多分一生怒ってたけど、うん、去年は一生怒ってた。はい。 で、まあ、去年はね、えー、この、えー、ヨドダンキルステークス組とかね、グレードチャーターとかいろいろとって、結局負けたんですね。うん。で、あともう一個言っておくと、まあ、あち役が有利っていうことで、まあ、京都千人やったらベタなんですけど、うち役は多分こうってたんやけどな。はい。いやねんけど、全然ちゃうの来て昨日怒ってたん、ね、や。全くちゃうやんよってど怒ってたん、ね、や、これ。で、今年どうしようかと思って、はい、2年前のね、すっぽりハマるかっていうと、そういうデータじゃなかったかもしれないんで、どうしようかなと思って。うん。 で、まあ一応ビーコースがあるんで、うち有利なは買えないんですけど、最中ずっと選ぶかはちょっとそうでもなくてどうしようと思って、まだ事前調整、枠順決まってない人どうしようと思って、はい。いろいろ考えてたんですけど、えー、ハンデ出ましたね。はい。で、ハンデ、まあハンデ正直考慮しないんですけど、私ね。はい。で、ここはね、まあ一応2年前ハマったデータ、毎年だいたいそうなんで、ここはやっぱ使っておきましょう、ちゅうことで。うん。えー、まずね、 本命候補、こちらですね。はい。アンバルで行きましょうか。53キロ。えー、ハンデ戦で1キロ恵まれてますよ。標準から考えたらね。はい。で、ヨド・タンキステークス2着やったんですけど。うん。えー、ナイン・テイルズ、ティー・ハーフからぶっ刺し受けましたけど。はい。まあ、前いったん中でこのもが一番良かったんと。 で、今週 B コース代わりでまた前が有利、うちが有利になるならやっぱアンバルが一番、えー、強いけばしたなっていうことでアンバルを抑えておきましょう。うん。えー、姉妹かスマかどっちか非常に迷ったんですけど。うん。えー、秋イバーっていうこともあって、やっぱり去年の代表としてやっぱ、えー、4サイバーいわゆる3歳ーですね、が強かったんで、やっぱりこっから抑えとかなあかんなっていうことです。なのでイバーを抑えておきます。うん。で、えー、他にね、ヨート短距ステークス、えー、T ハーフ、えー、ね、前奏、ベッ ベテセンガラン59キロせよってあの追い込みびっくりしたんですけど、いハおね、しかもプラス18キロですげえと思って。はい。T ハーフと、あと4段距離普通に勝ちましたナインテールズがおるんですけど、うん。まあちょっとこいつら下手し届かんなっちゅうことで。はい。えー、ここ対抗候補にこっち入れときますね。はい。ダウンスマッシュですね。こちら負け温裁判。はい。で、56.5キロならまだ許容範囲な金量でしょう。 うん、はい軽半早けになりますけど、えー、正直ね、えー、休み明けでね、えー、そんな、えー、サボってくるまじゃなさそうですし、うん、前作も3ヶ月明けでしっかり勝ってきとるんで、うん、なんか目標立ててね、えー、うまいこと組み合わせとるまで、はいえー、今回も普通に普通にやれば勝ちきれると思いますただちょっとやっぱ え、前走の、えー、ヨドタンキルステークスの強さ見るとアンバルに今回群馬上がりそうかな。金利を考えて、えー、アンバルがボバカンさん55キロと考えると、ちょっとダナンスマッシュやっぱちょっと若干金量重いんで。うん。それ考えるとアンバルの方、群馬あるかな。一番強いのはダナンスマッシュだと思いますけど、ちなみにダナンスマッシュは何番人気ですかすみません。みんなの説明しました。ごめんなさい。アンバル3番人気。でも、あ、松山くん感情。うわー、いけるかな。そこ見てなかったな、俺。あちょっちゃっッシュ。マジか。マジか、アンバル。あれ、アンバルって前走誰だったあれ、アンバル誰 あれアンバルって前奏誰なんえアンバルって、あれ藤岡ケイティとか乗ってて、前奏誰あ学んだんか、前奏。あ、そうか、学んだんやな。そうやわ。そうやそうや。ずっとユースケとかケイティ、ユーチさんとか乗ってて。ああそうか、学んだんやな、これ。あ、2層前から学んでるんだ。ちゃっぱおい3層前から学んでんか。うわー学んで。最近評価いいもんない,いですね。学んでますね。うわーあれ、学んでる方どこ行ったん おい、学んでる方なんでおれへん、今回。おい、乗り降ろし乗り降ろしてね。両手そのの坂井さん。なんで、あ、流星、これ、あれ学ぶわ学ぶわ <laughs> なんで松山くんなんですかわ、それはちょっと本面前だな。これまた考えよう。受講調査れ考えよう。怒った、これ。非常に怒った。おい。おい。のんずましと対抗しておきますね。運動どうでもいいけど。どうでもいいことねうん。えー、一応、ロードカナラ3区ってことで、またミスプロ系とかで言われたらいいなんで、去年ムームームーやったしね。もうここミスプロ系で行こうと思ってありがとうございました。 はい。まあ、人気2とぐらいですか。さえちなみに2番人気誰あれ誰あ、寒風か。寒風がおるんか。うわ、寒風おるんかよ。寒風どうしよう。でも寒風な。もうスプリンターズも賞金取ったし、あれやろ。デムちゃん試運転してくるんちゃうん。そうやろう。セントールあれやろ。賞金がちょっと、あれやったから稼ぎに来よう思ったけど。 いやー、デムちゃん、ここ、試運転してくるけど、馬が強いからなーってことで、まあ、今回はそんな重みいらんとも、多分、休み明けやし、多分、ここ使って、坂本の向きねデムちゃんの悪い試運転があると私は信じてるぞ。私は信じてるぞ、二回とこ。あとは誰か言いますかあと誰か言いますかエド・ダンキュル・ステークスともかいませんかティー・ハウがナイン・テールズはまた自己調査で考えるかダイメー・プリンセスも強いしな、スプリンターズ4着やしな。うん、これは結構難しい。結構難しい。これはベリーディフィカルトこれは、ベリーディフィカルト・ト・ト・ミーや、これ。うん。 大体、大体、うん、英語を取る。大体俺は英語を取る。どうしようかな。もうこのままにしときましょうか。はい。このままにしときましょう。シルクロードはわからん。枠順とか決まったからにしよう。いや、それじゃあれか。自己調査で何もできんな。うん。暗状となんか決まってからにしよう。うん。どうするね。24通るからな。はい。配って。ってください。はい。お待たせしました。一イチハイ行きましょう。お戻しします。アイチハイは、えーとですね。アイチハイは、うーんーと。1万人気誰 あの、向こうはねで、2番人気あれだろ。レッドジェネボー出かんむちゃやろ。これはすごい。4番人気、ランドネトサキケティさん。3番人気、ロナスチャーム、暗示化未定ですって。はい。え、あと、コルクバードね。4番人気。ね。はい。えー、レイホーロマンスもこの舞台、去年かな ?2 着やったし。ね。まあまあ、まあまああのメンバーが、金賞イケメ一昨おととしぐらい。え、じゃあ、金賞イケもなんか中級買った時てあるしエテラノミールも去年、エテラノミールも去年買ったんやったっけはい。 で、えー、この舞台なんですけど、え、ンバのハンデ戦、しかもこの時期ってこともあって、中途半端なんですよね。前哨戦でもないし。うん。一番中途半端の時期あるんですよ、これ。うん。で、まあ一応ね、4年前までは12月開催だったんで、一応ここ最近1月開催で考えてみると、また12月とまたババ,バちょっと変わってくると思うんで。で、えー、3年前えー、バウンスシャッで勝ちましたけど、 はい。えー、基本、やはり、上がり使える馬が買ってます。あと、軽量ハンデがってます。で、軽量ハンデイコール、買ってるというか、実績か、イコール、えー、条件性上がりが多いんですね。で、えー、特徴、まず1個目としては、えー、リーサルロポンが2着来たように、リーサルロイポンどこやったっけ ?13、5万か。はい。ね、この馬、1000万上がりから来てますってことで。 うん、もう、貧馬なハンデ戦の、しかも、中京2000ってことで、もう、一番意味わからん舞台なんですよ。うん。うん、意味わからん。1万上がり勝つ。もう、一6 0 0万上がりとかの問題じゃない。1000万上がりで勝ちます。と。で、えー、もう一個、特徴2個目といたしまして、1000万勝つっていうか、1000万が激安じゃないですけど、1000万でも勝てる舞台ってことだけ言っときます。で、2個目といたしまして、これ多分、お昨年ぐらいデータ溜まったかな。アースライドが馬券絡んだように、このカウントダウンステークス、 半身2000メ、えートルで実績あった馬。このカウントダウンステークスで実績あった馬が馬券意外と絡みますよと。はい。って言うてたら2年前にマキシマムドッパリとクイーンズミラーグルの人たちからですね。はい、えー。クイーンズミラーグルをカウントダウンステークス1着馬と、えー、マキシマムドッパリ、カウントダウンステークス2着馬。ここでキキゴワイドで取れましたよと。はい。 で、えー、こん時言うてたんが2着場誰来ましたかっちゅうと、なんかリーサルポン対抗ってますけど、この時バババはやっぱりね、えー、冬開催ってことでやっぱり金亀面ですね。うわぁ、金亀や言うて2着3層ボールね、星マークってて、うわぁ、金亀金亀みたいに出てたか俺,俺、俺確かなんか説明しっぷらやったっけどな、わかけキングマンもケやったっけどなんか言うてて、うわぁ、マジかーと思って、金亀のワンツーやわっしゃー言うとって、あっちゃシュっぽーしゅうてたんや、こうな。はい。えー、今で二個のデータ言いましたよと。 はい。で、それを踏まえた上で、去年ね、何言ったんかなーって印を思い出したんですけど、去年、本命がなんでか知らんけど、金賞雪姫だってなんでやねんと思って、俺何で言ったんやろと思って。まあ、一戦のブクムの阪神買った後、当たかな中級2戦買ったからかな。何言ってたの俺と思って、んで去年金賞雪姫だって俺怒ってたんですけど、プラス20キロの時点で会おウトやなってんはい。何でと思って。うん。 で、えーね、あと、メイズオブオーナーとか、なんでこの中山で1000万上がりの、ま、選んだんかも俺分かれへん。藤原さん中京からかな。なんで選んだよ。全然覚えてない。えー、もう、多分去年ガイドバーおらんかったな。マーキシマムドッパリの金貨刊飯来なかったかな。で、えー、来たのがレイスーロマンスとマーキシマムドッパリともう一頭誰来たんて、しゃー、めっちゃ読めるの買ったんか。去年全く全然意味分からんでいただきたんで、あー、もうやっぱさすが頻繁の反転戦やなぁと思って、どうしようと思って。はい。 ねえ、レイ・ー・ラマンスその中京確か去年2 2走したから2000走らんやろって言ってね、2000の実績もないし、やっぱりこのまま2200向けやでち、ちょっと結局このまま馬券からだし、どうやねんと思って、はい。どうやねん去年と思ったんですけど、うん で、これ踏まえた上で、今年じゃ何買わないと思ってたんですけど、はい。えっ、ー、と、さっきね、ノームコアとか何やったっけレッドジェノバーがデムチャンのメジャーで人気出てますし、えー、一応、ノームコアに関してアーケオンサイバーでもともと強かったんで、えー、人気集めてくれます。あとランドルも人気集めてくれます。えー、ウランドスチャンも人気集めてくれます。で、この人気4等け桁オッズの中で、えー、印打つなら、えー、正直この中京2000で、 はい。で、もちろん、ルメちゃんですら、この苦戦する中京2戦って、はい。えー、この辺と中やったら、一応、対、対抗候補は、ウロンスチャームかなと思ってます。うん。アンジョールメちゃんの一番人気で、ノ、えーモクはシオンステイクスの勝ち、ま確かに強い内容でしたけど、えー、この実績見て、中京クスナル2 0を攻略できるかっていうと、イエスとは言い切れません。 はい。えー、まあ、ざっくり言ってますけどね。うん。えー、2番人気の誰やったえー、レッドジェノバ。はい。えー、エリザベス4着ですよね。強いですね。ちゅう全然こんなエリザベスの G1 で実績あったからといって、中京2000が貯まるかっちゅうと、うん、このまま正直特徴があまりございません。まあ、ある程度ね、どこの場ーでもこなしそうなイメージありますけど。うん。 これが2番人気のデムちゃんで実績あげますかちょっと多分人気だけですわ。うん。いくらデムちゃん、重症強いよと言えども、ちょっとこのまま、ちょっと厳しいかな。いや、勝てるかもしれないですけど。えー、ガチガチの印、宗教2000の判定戦で打ちづらいです。ちなみに何キロ ?55 キロか。やっぱ、ある程度背負うよね、ヒンバりね。はい。えー、ノームカーも55か。まあまあ重いね。はい。 んじゃあ、ランドネかっちゅうと、ランドネこそちょっとハっテないね。はい。えー、まあ、集華賞6着とか実績ありますけど。うん。正直、このま来るんやったらもう、えー、何やったっけノームクワードは来てるわっていうぐらいなんで。正直、ノームクワード1個下ぐらいですよね、レベルね。はい。このままでもないよちゅうこと。で、ウ、うん、ランスチャームにしときますね、対抗候補ね。コルクバードも正直それ考えると、この舞台に向きそうにはない。うん。 はい。ウランスチャームが一番、えー、合うんちゃうかな。はい。えー、ちょっとね、リンク説とはちょっと違うんですけど、まあ、一番近いのがこの東京人をこなした中ちゅうかな。まあ、これ考えると、一番は、はまあ、ニアリに向きそうかな。ほんま中距離1,200がいいんですけど。うん。 まあ今の冬開催、中継離2000見てると、ほぼほぼなんか2200でもこなさそうな舞台なんでね、2000、2200、なんかほとんど兼用みたいなババなっとるんで、うん、正直このまま向くんちゃうかな、中山にに万上がりさせで買ってますし、うん、ちょっと暗示が不安ですけどね、誰のルーンかなと期待しておきます。はい、ルーラシップ3区なんで、うん、まあ正直中京あんま向くと、もう気向くと思ってないんですけど、まあ4等の中で顔をやったら裏のしちゃうかなと思ってます。うん。 はい。ちなみに、コルコバードって、どんなものでしたっけ東京人は、まあ、走ってるんやね。まあ、印打ってもいいんやけどね。うん。ちょっと中距2000じゃ短いかな。2200くらい走ってほしいよね。さっき2000と2 0 0 0払わんって言ってた俺やねんやけど。はい。結局、矛盾が生じました。はい。選ばやったら俺は走ちゃおうかな。うん。 で、ここ、特注馬一頭打っておきます。そうね。正直、私ね、もうね、また風の子は言いすぎですけど、えー、このままの副賞だけまたブッチしようって考えてます。変なまた企み考えてます、これ。また後悔するよな。うわ、また人気決着のこの印んと良かったやんけ。って私、東海ステークスヒー,ーの後悔すると思います。一週間ぶりに。一、うん、週間ぶりに俺は後悔すると思ってるけど。はい。えー、この中で、中距離2000メートル、面白いな、ちゅうま。エレイホロマンス、金賞金メタルナミル等々、過去に実績ある馬じゃなくて、 はい。えー、このままでいきます。ちょっとね、金量的に安城が気になるんですけど、はい。レイズアベールですね。こちらで行きましょう。ちなみに何万人気ですか ?10 万人気か。なんとだってやってこれ15通るんかね、フルゲート。15通か、15通るんか。うん。10番人気面白いですね。これね、安城ね、50キロで秋山さん乗れるんかな秋山さん体重軽かったか。乗れると思うんやけどな。レイズアベールでいきますね。50, 50キロな、この方47キロぐらい下がったはずやから、乗れると思うんやけど。 秋山さんなら面白いと思ってます。うん。リーズアベールで行きましょう。はい。で、えっ、ー、と、まあ、あ中京2000の実績は、まあ、過去にあります。500万買ってるんと、えー、1000万条件で上がり使って3着の実績はままあ、中京2000あんことないんが1個目と、で、 えー、さっきチョっと言いました、カウントダウンステークスが街頭に近いよということで、今回カウントダウンステークスの経営のももらなかったんで、はい、それに近いんが、阪神の1000万、格下ですけど、まあ、ここで上がり、使って1着は評価できます。えー、はい。で、さっきチラっと言いました、1000万と1000万、1000万でもね、この舞台馬券絡むや、絡むことあるよということで、その分も含めてこの馬は選びたいと。で、えーこ からはね、えー、ちょっと前に私紹介しました。えっ、ー、とね、えー、さっき言って誰だっ,たっけ、さっき言ってから大マインド誰だっ,たっけのダートの馬、えー、ウェスタルンドかなウェスタルンドの時にね、一回、去年のシリーズステークスの事前調査でも紹介したんですけど、結局その注目馬が、えーアワヤ、あ、えー、アや、あやってかもう、あれまあれといううちに、チャンピオンズカップ2着まで来とるんで、うん。まあ、それ考えると、えー、この馬を紹介するならこの時期かなと思って紹介します。うん。ね、大体私で、 ウェ <laughs> スタルンドも、前回誰と言はシャケドラもそうやけど、大体条件戦からかって応援してたままをね、なぜかね、1年後に切り払うっていうね。ウェスタルンドに限っても、半年後に私も嫌ってますからね。シルフステークスも注目したのに切りまするって、外服から切りまするって、チャンピオンズカップも外服やから切りまするってね。真っ先に切っても、あちゃっシュって言うんですけど。はい。今回、レーザーベイラーはちょっと応援しましょう。 うん。で、えー、このまま何がいいかっていうと、えー、さっき言いました、え、愛知杯は、えー、ね、えー、冬開催の、えー、中距離2000でこってこスタミナ入りますと。で、コースも独特で癖がありますと。で、やっぱりね、3年前のバウンシャス等々、基本はね、やっぱりね、上がりが使えたらあかんですね。去年エテラミノルで、ね、先行して勝ちましたけど、レイホーロマンス、マキシモドパリ、そしてリカビトス等々、後ろからぶっ刺してくるのが多い。うん。前半がね、えー、1分、1秒、1分、ね、フラットペースでいいけども、 やはりこの舞台は時計、やはり2分、二分1秒かかるってことで。うん。正直1分、1分1秒でも正直それがフラットペースです。スローではありません。うん。でやっぱ基本、え、上がりが使えるのがいいよってことで。え、2年前もダコマキシモドパレが35秒0というくそ早上がり使って勝ちました。うん。あんだけ外回して勝てる中京なんで。うん。今回やっぱりレーザーベールぐらい上がり持ってた方がいいなっていうことで。はい。まずお母さん、お父さん、すみません。お父さんがトニービンってことで中京をねた、たまに、たまにっていうか最近ちょっとあんま聞かないですけど、やっぱハーツクライサンクよく、 爆走してた舞台なんで。うん。えー、血が OK なんと、えー。さっき言ったカウントダウンステークスと同じく、阪神2000メートルで上がり使えて、勝ち上がってきたマッチュンがいいと。で、えー、このまね、えー、ちょっと最初の頃は、ちょっとまだね、距離とか安定しなかったんですけど、このね、えー、中距離2 0 0を上がり最速で勝ってから、まあ、ある程度、この先行させした6着以外はね、だいたい姉妹使ってるだいたい上がり1位、2位マークしております。 うん。しまがすごい。はい。もうやばいと思う。多分この足使えないと、ほんまに今の愛ちゃい勝てるんちゃうかなってわけです。はい。えー、レイザーベール、うち役2番だったんですけど、これ中距離2000メートルですね。はい。500万条件といえども、うん。最高峰ですよ。スタート、えー、そんなゆっくり行くもんなんで、あんまり期待しないんですけど。はい。えー、今最高峰いますけど。はい。ここですね。で、えー、この時も、えー、前半ですね。えー、前、 あ、ごめんなさい。消えました。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。シャットダウンしました、一瞬。はい。すいませんね。誰だったっけ誰だったっけレイザーベールですね。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、どうぞ。はい。えー、レイザーベールですけど、雪降ってますけど、はい。まあ、この時期かな。やっぱり冬回生です、正直言うもんね。はい。えー、この時、えーとですね、前半が、先頭の馬が今1分2秒ぐらい続くかな。で、最高峰の今馬が、えー、大体1分5秒通過かですね。はい。 1>, 1分5秒で通過したんですけど、1000メートルを1分5秒で通過しました、この方。はい。ね、この冬開催ですよ。はい。まあ、そんなに、えー、まあ、スローっちゃスローですね。1分5秒やったらね、この前にってね。はい。えー、一番最高峰るんですけど。うん。いや、こっからの足やばいよね、と思って。はい。えー、あのね、なんかすごい足、よね。 なんかもう、ひんまらじゃないような足うよね。はい。今、お外回ってきたんですけど、これはもう見た方が多分いいと思う。見たらなんか俺的にはこれ、この間に惚れ惚れとしてる、毎回。はい。はい。お外回りましたよ、ちゅうて。はい。えー、もう大あのペースでいったら、もう前かいけるんかな、縦長やったしなと思って。はい。 うーんー、なんかね、長い足使いますしね。で、もう一回残り1ロンかなってからの足がまだちゃいますわ。うん。これ差し切ったんやっていうね。まだうちに粘ってるまのでね、バネバしてるのに、これ最後ね。はい。おー、外一気ですよね。この足ね、多分やばい。34秒2ですよ。あの、雪降った中京の開催をですよ。はい。 ね、ラブリアモンも30秒6ですごいらっゃったんですけど、それが35秒台が基本なんで、はい。あの中京の600メートル34秒にする意味わからんでしょ、この冬開催で。夏やったらわかるよ。意味わからへん。はい。理由、意味わからへん。頻馬の500万クラスで、意味がわからへん。はい。ほんまに意味わからへん。はい。 で、その後、えー、レーザーベール、えー、ちょっとやっぱスローの上がり勝負で、まあブーは悪くないんですけど、ちょっと最後、前玉負けちゃうってことで、2着で離され負けたんですね。30秒3の上がり。まあ、これも終盤よりすごかったです。うん、で、えー、その次のレースはちょっと先行主義で上がりが使いんかったらわったんで、はい、秋山さん学習しました。その次、はい、十、えー、13と立てで、やはりこれも最高峰からの上がり。 はい。半身の1008でしたっけはい。レイザーベールですね。はい。4番の馬。13頭立てですけど、はい。スタート。で、悪くないですね。ただ、ゆっくりです、最、は、後、い、後方でゆっくりしときましょうか。て。はい、えー。前半、まあ、1000メートル58秒。まあまあまあ、流れたペースなんですけど、はい。4番の馬。えー、まだまだ最後ですね。はい。 これもね、よく刺し切るんやと思って。うん、もう足がすごいわ。足ほんまに、これ、貧馬の1000万クラスかっていうレベルの足ですね。はい、えー、お外分回しましたけど。うんなんか、まあ、大げさに言うと、お箇所を見てる感じやね。 アーモンドアイとかそスラハとか言いすぎるけど、それは言い過ぎやけど、いや、やっぱりね、糸足がちゃうの、ね、よ。なんかね、足の形見ててやっぱちゃう、これ。なんかちゃうもん。なんかちゃうもん。足がちゃうもん。なんか足がねじれそうやもん、これ。ビャン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 ,ビャン。でもう、足がやばいもん。ちょっと言ったら足がちゃうよね、これ。足のかきか,か、かき方じゃ、なんかかき方が早い。うん、そりそうやろ、長いサイズぐらいかね。はい、浅し切れるんやと思って。ちょっとね、このまやっぱやばいよ。上がり糸十三百九やもん。はい。頻馬の、あ、これ五百0枚すみません。高級してたんかな。500万クラスだ三十三百九だと。 意味分からへん。全員や30秒台やちゅうね。はい。意味分かりません。ここ消しないのあ、ここしました。すみません。ありがとうございました。ここしました。はい。で、シンガポールは、えー、まあ、断然人気のシャルドンにおったし、えー、逃げたレイリオンに負けたし、まあ、レイザーベールがその後30秒6って意味分からないしで追いついたんですけど、三着ですね。うん。まあ、これちょっと展開が向かかった。シャーナインとして。はい。で、その次、京都1008も上がり34秒0。ちょっとやっぱ一等意味分からないしで、2着。これも話せて欲しかった。 はい。で、京都1 0 8で4着。はい。これはちょっとやっぱスローで、やっぱ結局届かん時がやっぱ弱いね、このままね。スローで、ああやっても立った時は届かん。ただ上がりやっぱ使えてますと。で、前走ですね。えー、阪神2000メートルで豊川さん学習しました。多分ね、ここね、秋山さんが乗り換える豊川さんも多分ね、このまま全く把握しなかったんでしょうね。はい。 ね。三層前、姉妹化したけど届かん。二層前、えー、スローやから前目行ったんですけど、それも届かん。はい。前層、半身二千メートルで一千万だったんですけど。はい。レイザーベール一着やったんですけど、この時もやばかった。はい。うち役の一番ですね。この時あれね、確か私、エッジスタイルとイン、エッジスタイル激推ししてて褒めを取って、そやそやそや。そや、服装でよかったエッジスタイル。そうやのにね、イン、じゃ無難にインヘリット と、デールかと、副賞、えー、ワイド買おうと思って。なんで、レイザーベールあらんかったかわからないんですけど。うん、ワイドにした。あっちポーシーでこれ。多分、一緒はあっちポーシーで、うん。はい。えー、一番、まあ、後方三番っ言いますけど。はい。えー、エッジスタイルが、えー、飛ばす中ですね。えー、レイザーベール後方三番での競馬いたしましてる。いたしましてる。うん。で、やっぱこれもね、三、三歳ちゃう、一千万の貧馬の足かっちゅうぐらいね。はい。えー、ここですね。後方三番って今ありますけど、エッジスタイルが千メートルを、 1>, 1, 分は言い過ぎ1分ぐらい通過した ?1 分ぐらいですねあ。1分弱か。はい。レイザーベールがだいたい今1分ぐらい通過、1分ちょうどぐらい通過したかな。はい。で、この馬もね、残り600標識からの足がやばいね。うん。内回り関係ないでしょうね、この馬ね。はい。なんかすごい。なんか2段ブーストっていうか、足がやばい。うん。長く癒やしと、なんか最後の切れ味がやばい。はい。 えー、レッジスタイルが今、えー、残り600標識を1分24秒ですもんね。で、このまが1分25秒くらいかな。はい、1分25秒くらい通過してます、1番ね。はい。で、こっからですね、外回って、やっぱこっからの、残り3ードルなんるので、やっぱこの、もうあの、標識ついた瞬間からもう加速かかってるんですよね。はい、1番ですね、外回して、 うん。これもよく捉えたし、やっぱ上がりが一刀意味分からんし、足。足が意味分からん。はい。長く椅子使った後にもう一発ね、残り1波論で無チ打った時のこのエンジンでこっからのエンジンですよね。ちょっとやっぱ一刀エンジン積んでらっしゃちゃうんですよね、これね。これ愛知杯絶対ハマるやろって足ですもんね、これ。これはやばいで。どんだけ広報っても差し切るせえもエッジスタイル捉えたからね、今最後。これやばい。なんと一頭35秒 0! あ よしやばいねこれはい皆さん35秒後半なしですよこれうんどうしたんやこの足はいね しかももう先行してへばったのが37秒って足上がってる中ですよ。ね。足使えんかともう36秒で、下手し35秒で後半なんですけど、三十35秒0と意味やから足使ってます。これやばいです。これ、これだって中距離はまるとこれ。10番人気1000万上がり完璧やな、これ。完璧な人気なしやな。完璧なオッケーな。何がオッケーかじゃん。はい。安城、ここ秋山さんでお願いします。レイザーベルさん、ちゃう騎の乗せんどいてください。50キロやったら乗ってください。乗ってください。秋山さん、2111。 頼むわ。ここ意味やかなんけしのせんどいて、頼むここ秋山さんの出番ですよいや、ほんまに頼むわ。ほんまに頼むこれ。数の子とか言ってるからじゃない数の子はな、前々から買うたんやけど、ちゃうねこれは真剣やで。これは、ディスイズ真剣やで、これ。ディスイズ真剣やで。秋山さんって最近買ったんかな買ってないんかな秋山さんでも中居の西の道結構あんねんけど、なんやなこれ。ああチェパ押しないです。ありがとうございました。 頑張ってくださいこれ結構結構期待してるで。じゃほんまに。いや、秋山さんで枠順。枠順はどうやろう外寄るの方がいいんかな微妙やけど外寄るの方がいいんかなまベストは10番、15等か。10番、11番。黄色、緑、オレンジぐらい枠引いてくれ。5、6、7枠がいいかな。うちはちょっとごちゃついてえい,いから。で、芝も今多分外伸びしてるから、中京。いや、え、いや、ほんまに頼むわ。これ絶対ハマるわ。あの足をもう一回使えるならハマるわ。 そう言ってっていう文句多分ないと思う。スローでも、一段でも上がり使えるもん。うん。で、中京ってやっぱ京都とか違って、スローやから前が残るかっていうと、そうでもないもん。ね。ね。知ってます中京の今の舞台ね。頑張ってください。いや、これはちょな時期期期待してるけどなぁ。覚えててください。エイーベールさんです。覚えててください。これいつが前回しとこれ。前回しの忘れたうん。いや、これはやばいと思うで今まで話しみとったら、ほれぼれすんもん。ほれぼれしたもん。うんうん。 まあ、阪神2000とリンクするって言ってもらったから、やっぱ阪神2000でね、やっぱ実績言ってますもんね。ちなみに阪神全体成績強いのやっぱり。そうよね。連帯ハードないもね、中京を一回負けただけだしね。どこで負けたあれ中京どっか負けたっけ中京えどこで負けた,っけ中えどこ負けたあ、最初の時。あー、中京戦力あー、こんなのどうでもいい、どうでもいい。こんなの関係ないこの上。しかも、この時も、前ですら上がりサイっけ。k 早っ。3300。 しないと使ってるからこれは強い,やっ,ぱ強いやっぱ中京と坂の時やっぱ強いすごいなこいついやこれ前走前走まあ中京でも足強かったけどやっぱ前走でやっぱ褒めてぶれるとしたね35秒よりだなだもんねちょっとびっくりしたほんまにほんまにこれびっくりしたやばいと思ってこいつあいつでき全来てるやろ狙ってきてるもんうんやっと思うこれは1,000万上がりでうんもうボスはやと出ればいいじゃんこれちゃう 一線曲がりで強いのやっぱこの前って。ここの上がりやばいって。あ、覚えておいてください。はい。ということで、事前調査以上で終わりました。長々とすいません。ご清聴ありがとうございました。